え皆さんこんにちはアンチャンネルの安藤祐一ですいつもご視聴いただきありがとうございます、えー、今回ちょっとインスタの dm からいただいた質問で、えー、とにかく曲がってもいいので飛ぶ打ち方を教えてくださいで,できれば曲げないで打ちたいですという質問がありましたでですねこのへんの dm 結構飛ばしたいっていうのが結構ねインスタで来るんですけど あそうだ概要欄の方にインスタとフェイスブックの URL を貼っていますのでぜひお気軽にフォローください。えーあのーまあ、飛ばしたいと言ってもです、ね、飛ぶ原因、飛ぶ要因というのはいくつもあります、もう10個以上あるのでこれだけをしたらあなたは飛びますよというのはその方のスイングを見てどこができてないか見ないと正直わからないんですね、どこが原因で飛んでないのかというのが、えーまあ、そもそも道具なのか。 えー、まあ、テイクバックの念点が浅いのかとかまあ、クラブのインパクトの仕方が悪いのかとか、えー、その辺がわからないのでまあ、結構多くの方に今回はできてない、えー、ポイントここができてない方が多いですよというポイントをレッスンしていきますこの2つをやればですね大体の方がちょっと飛距離は伸びると思いますまあ、それが5ヤード伸びるのか15ヤード伸びるのか まあ下手したら30ヤード伸びるのかわからないんですけれどもこのポイントさえ押さえてもらえればだいたい飛びますよというのをやっていきますのでぜひ最後までご視聴ください。でこのチャンネルではこういうなんかやってほしいことをです、ね、やっていきますので、えー、チャンネル登録と高評価していただけると今後の動画のアップのモチベーションにもなりますのでぜひよろしくお願いします。ででは早速やややっっっててていいいきききままますすすす今日ですね2 2ポイント点つ目 なんですけれどもインパクトそもそもインパクトの形ができてないもしくは分かってないという方が多いですね正しいインパクトインパクトって何かというとボールが唯一このクラブのヘッドに当たる時のこの辺の形のことですなんとなくここがちゃんとできてない方が多いです特に下半身です、えー、ちょっとダメなインパクトありますこういうインパクトですね アドレスの場所からお尻が前に出てしまって、もしくは右膝が前に出てしまって、棒の方に近づいてしまう、これ、力が伝わりません、これ、ダメです。じゃあ、もう1つダメなインパクト、体重はぐーっと左足に乗ってくるんですけど、左腰がスウェイしてしまって、左腰がスウェイすることによって、右肩が下がってしまって、力が伝わらない。 こういうううういい方でですすね、まあ、俗に言う体が折れてしまうという形ですでもう1つトップスイングから腰はぐーっと回ってくるんですけれども腰が引けて当たってしまって体重が左足に乗ってなくてその場で回りすぎてしまって全然ボールに体重が乗らずに飛ばない、まあ、この辺のインパクト自分がどのタイプなのか ほとんどの方が分かってないと思います。で、分かっていても、じゃあどうすればいいのかっていうのは分かってないと思うんで、その辺を今日はやっていきます。まあ、こういうインパクトバッグを用意しました。えー、室内の練習場の方とかはですね。こういう練習器具があるかもしれないんですけど、えー、野外の練習の方とかはまあ、なんかこう段差を見つけていただいて、その段差をぐーっと下半身の動きで。 その段差にクラブヘッドをつけていただいてでそのこの段差を一番強く押せる下半身の動きこれ腕だけで思いっきり打ってもダメです強く押そうとしてもダメなんで段差にクラブヘッドを当ててもらって下半身の動きでしっかり押せるようにしていきましょうでこの時の下半身の動きが、えー、その方によって一番ボールを押せる要は強く叩けるインパクトということになります。ので この形ができるようになれば飛びます。でこういういインパクトバックトバックにクラブヘッドを当ててもらってそこから左足体重、これ大事ですね、左に十分に体重がもう9割ぐらい乗ったようにしてください、9割ぐらい乗ったようにしてもらってそこからぐっと押すで、押そうと思ったら後方から見たときに必ず右膝が前に出らずに左膝に寄ってきながら左のお尻が見えていると思います。 悪いインパクトってこういうインパクトですね。こちらから映像を撮ったときにお尻も見えてないですし、えー、もしくはお尻が見えていたとしても、体重が今度は左に乗ってない。これ、ダメなインパクトなので、しっかりトップスイングからは、まず左に体重を乗せましょう。左足に十分体重を乗せて、そこから回転を始める。もっと細かく言うと、右足の母子球から左足のかかとに体重が乗る。 左打ちの方でしたら、左足の母子球から右足のかかとに体重が乗る、この形ができると、えー、一番ボールを強く押せる形になります。まあ、そんなことを言ってもこう分からないとおっしゃる方はとにかくクラブヘッドを何かあてがっていただいてそこからずっとこ,うこのものを一番強く押せる形をです、ね、作ってください。ここれれ感覚でででいいいす。す、まあ、例えばですけどこれじゃ押せないですよね。 で逆に体重が右足に残ったらこれでも押せないと思います。必ず似たような形に収まってくると思うのでこの正しいインパクトをご自宅でもいいので、まあ、周りのものを壊さないように何かこうクラブヘッドを当てていただいてでクラブヘッドのない方は手でもいいです手のひらをなんかソファーの角か何かにあてがっていただいてそこからぐっと下半身体を使って叩く練習これをやってください。 でこの時の一つの注意点が体は回るんですけれども顔がこのように一緒についていかないようにですね頭の位置というのはできるだけ目線も最初の構えたときと変えないようにそこから力強いインパクトを作っていくようにしましょう。えー、これができるとまずかなりの確率で飛距離が飛ぶようになります、はい、これが一つ目です。 では2つ目の飛ばない要因やっていきましょうこれもすごく皆さん多いんですけどトップスイングからの順番違いですトップスイングから本来は、えー、グリップから遠い順に動くといいです左の足が踏み込んで膝が動いて腰が回って肩が回って腕が回ってクラブが来るこの順番で打てるといいんですけれども飛ばない方というのはここから腕が先に来てしまったり もちろんクラブが先に来てしまってそこから下半身が動いてトップスイングからの順番違いになるんですね。なのでトップスイングを上げたら一番いいのはクラブヘッドとか腕がですねとにかく体の回転下半身の回転より遅れててくくるようにしてください下が動いたら上は遅れて降りてくるように。そうすることによって 距離が最大化されて力も伝わりやすいんですのでパンチとかと一緒ですね、僕は格闘技したことはないんですけれども手だけでこうやってパンチを打っても力が伝わらないと思うんですよ、しっかりこう下半身から下半身から動いて上半身に連動しないとダメだと思うのでこの順番違いを直していきましょう、どういうドリルがいいかというと最近よく見かけますね。こういうい 竹とかでできた長いバット長くて重たいバットを使いますこれを使うことによってトップスイングから下半身を使わないと振り下ろせないですですし重たい分ですね重たくて長い分トップスイングから遅れてきやすいです振り遅れっていいますここれをすることによって トップスイングから下半身が先に行って、膝が行って、肩がいって、腕がいって、ヘッドが来る、この順番が正しくなってきますので、ぜひ皆さんもこういうバット、何でもいいんですけど、振ってみてください。今、アザスさんとかありますね、アザスのバットとかおすすめです。で、この時に、重たくて短いバットありますよね、あのバット、もちろんパワー,パワーを上げるために大事なんですけれども、 なんかこう漢字とか書いてるすごく短くて重たいバットあれは短いので、まあ、順番が違っても腕だけで打ててしまいます、まあ、なのでできるだけこの長いバットこのあの長さがあるバットを使って打つように素振りするようにしてくださいで意識的にトップスイングからもう手は何もせずに置いてけぼりですでとにかく下半身とか体幹とかを先に回していく。 大事なのは腕とクラブが遅れてくることです。これがとても大切なので、これをやってください。はい。そうすれば、かなり。必ず飛距離が伸びてくるようになります。で、この時に。注意点なんですけれども、まあ、バットはフェース面がないと、ないからいいんですけれども。普通のクラブっていうのは、フェース面がありますね。なので。 トップスイングから体を先に切って、体が回って、腕が遅れて、ヘッドが遅れてくると、振り遅れって言って、このように必ず右にいきます。クラブと腕が遅れすぎると、右に行ってしまいます。なので、アドレスの時に、初めのうちは、フェース面を閉じて構えてもいいです。このようにフェース面をあらかじめ閉じて構えましょう。 でこの時に持ってから閉じると元に戻ってしまうのであ,あらかじめ閉じたクラブをいつものグリップで持つようにしましょうそして先ほどのバットの練習のようにテイクバックを上げたらあとは何も考えずに体と下半身を先に回して腕とクラブを遅らせるそうするとクラブが遅れてきてもあらかじめフェースを閉じていますのでこのように閉じて構えていますので ボールが右に行くことがなくなってきますそして、えー、下半身リード体のリードが作りやすくなってきますやっぱり練習の時に球筋をまっすぐ打ちながらやる練習まあ、どっちでもいいんですけどまっすぐ行った方がですね皆さん納得するような気がするので、えー、さっきのバットの練習をこですねトップスイングからダウンスイングで足を踏み込み膝が動き 腰が動き、肩が動き、腕とクラブが遅れてくる、それを実際、このアイアンでやっていただくと、で最初のうちはフェース面をまっすぐに構えておくとです、ね、どうしてもこのように体が先に動くと右にプッシュアウトしてしまいます。まあ、なので、フェース面をあらかじめ閉じた状態で、こうですね、まっすぐ持っていただいて、 トップスイングから同じように下半身から体幹を動かして腕、クラブを送らせていただくとこれをやっていただくことにより距離がかなり伸びてきますので今日やった2つのポイントインパクトですね強く押せるインパクトとトップスイングからの順番違い正しい順番これを皆さんもぜひやってみてください。 この2つをやれば、えー、ほととんどのの方が引き寄りが伸びると思います。えー、このチャンネルでは今回のような,なんかご要望があればそれを分かりやすく、まあ、分かりやすいかどうか分からないんですけど解説してやっていきますのでぜひチャンネル登録とあとインスタからいろんなコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回。